9.VIP 会員で毎日9点をチェックしています。今日はいろいろな一目惚れコスメをたっぷり紹介していきたいと思います。可愛いコスメは見ているだけで癒されます。うさくま、うさくま。まずは美容液みたいな化粧下地部門1位、エスポワスキンスムージンググローライザーです。9点で2772円で購入しました。中には3色のパウダーカプセルが入っています。カプセルは潰れて3色混ざった状態で出てきます。中に入っているパウダーがお肌のデコボコと毛穴をカバーしてくれます。伸ばしていくとパウダーが少しずつなくなって馴染んでいきます。ほんのりフローラルな香りがします。正直お肌補正効果は私は分かりませんでしたが、お肌がしっとりする感じはありました。顔に塗るとこんな感じです。顔の方が体温が高いのでパウダーが伸びやすかったです。お肌はしっとりしながらも表面はサラサラになります。サラッとした仕上がりになるのでお肌のベタつきが苦手な人に良さそうです。続いて可愛すぎる胸キュンチーク部門1位、チェジュカラーピッカー椿ブラッシャー01、9点で2100円で購入しました。こちらはツイッターで一目惚れして即買いしました。赤とオレンジの椿模様のチークです。大切にしすぎて全然使えていません。色ははっきりした赤というよりも優しい朱色です。強い色じゃないので普段使いしやすそうです。中心は健康的な感じのオレンジと黄色を混ぜたような色です。どちらも淡い色付きでした。何回見てもチークの立体感が素敵です。実際にブラシで塗ってみます。薄付きなので色の調整がしやすかったです。頬にナチュラルに血色感がプラスされました。続いて値段に一目惚れチーク部門1位は BT イシビルチーククッション01です。なんと9点で300円で販売されていました。 VT と BT イシビルのコラボコスメになります。開けるとまるで死肉みたいなピンクのチークでした。パフを使って色を見ていきます。思った以上に色づきはほんわかしています。塗ってみるとピンクというよりも薄いオレンジ色でした。ちゃんと色づくか不安になりながら塗ってみました。使用感は悪くなかったです。ちょっとわかりにくいですが、頬のところがほんのりオレンジ色になりました。余談ですが、今日のネイルは9点で購入したものです。1セット92円と激安でした。初めてね、ちょっと難しかったのですが、コツが分かったら皆さんに共有できたらなと思っています。バズりまくりのスクラブ部門1位は、キャンメイクのランプリップケアスクラブです。ロフトで594円で購入しました。こちらもツイッターで見て気になっていたアイテムです。ザラザラしたお砂糖のスクラブが入っています。熱で少しずつ溶けて唇の角質ケアをしてくれます。使い心地はスースーして少しスッキリ感があります。そしてリップクリームのように潤う保湿感もありました。唇の表面を滑らかに整えてくれてすごく良かったです。続いて宝石みたいな美しいリップ部門1位は人魚の水ダイヤモンドリップ。リップの先に大きな石がついています。9点で1790円で購入しました。こちらはパッケージも素敵ですが、中身も宝石みたいにキラキラしています。塗り心地は保湿系のリップと同じ感じでした。色はつかないですが潤いを与えてくれます。唇
唇に塗るとバニラのような甘い香りがしてとても癒されました。パッケージが可愛いので持っているだけで気分が上がります。続いて変身できちゃいそうなリップ部門1位はスパイラルハートムーンロットリップクリームです。こちらはセーラームーンとのコラボリップになります。 Amazon で1254円で購入しました。色はバーガンディーローズという色でほんのり赤く色づきます。唇に塗るとこんな感じです。ナチュラルな色なので普段使いもしやすいです。続いて大好きなくまさんに熱愛リップ部門1位はフラワーノーズテディベアリップスティックです。9点で2599円で販売しています。こちらはパッケージの可愛さに一目惚れして購入しました。しかも外側だけでなく中身まで可愛いです。よく見るとハートや星やクマさんの模様が彫ってあります。しかも重ねて塗らなくても一度でこんなに綺麗に発色します。そして色付きがいいのに保湿感もちゃんとありました。ミルキーチスナッツベアという色なのですがイエベさんに向いてるなと思いました。見たまんまの色で綺麗に発色してくれます。そしてリップには磁石がついていてカチッと締まるのも今時だなと思いました。続いて天使の羽が華やかなマットリップ部門1位は翼の口紅ルーブルニューリップスティックです。こちらはサモトラケのニケをイメージしたモチーフがついています。9点で3590円で購入しました。中は大人っぽいスマートなデザインです。よく見るとロゴも入っています。サラサラ塗れるマットなリップになっています。落ち着いた色付きで可憐なリップです。唇の際はブラシで塗ると塗りやすかったです。マットなリップでマスクにもつきづらそうでした。続いて偏光ラメが美しいシャドウ部門1位は色遊びの4色アイパレット04です。こちらは視聴者さんに教えていただいて1540円で購入しました。このアイシャドウ人生を楽しんでという名前がついていてそれも素敵だなと思って購入しました。右下のアイシャドウが偏光ラメで美しいです。発色もかなりいいので濃いメイクをしたい時におすすめです。実際に目に塗るとこんな感じになります。人生を楽しんでというメッセージカードが入っていてその文章も素敵でした。続いて甘い香りに癒されるシャドウ部門1位はエチュードのハーシープレイカラーアイズです。9点で2299円で購入しました。細かい部分がキスチョコのモチーフで可愛いです。こちらはアーモンドチョコレートカラーです。シャドウの部分にもチョコ模様が入っています。そしてちゃんと鏡もついています。イエベさん向きのカラーが4色入っていました。しかもシャドウからチョコのような甘い香りがするのがすごかったです。続いてキラキラ涙でうるうる瞳部門1位は 3CE のアイスイッチです。新大久保で1610円で購入しました。涙袋に塗りやすい細い筆が特徴的です。程よいラメの量で濃すぎないのがちょうどいいです。続いてもはや飾りたくなるメイクアップセット部門1位はプーパのリスキッド3ベビーピンクです。9点で2805円で購入しました。リスの体をパカッと開けるとなんとメイクアップセットが出てきました。グロスや口紅などのリップカラーやアイシャドウ系のカラー、そして小さい鏡もついています。さらにコンシーラーやチークなどのフェイスカラーが入っていて小さいチップもついています。
アイシャドウは繊細なキラキラしたラメがとても綺麗でした。シャドウベースを含めて7色も入っていて、いろいろなメイクを楽しめそうです。春メイクに使いやすそうな華やかな色が多かったです。思ったよりも使いやすそうでした。そしてリップはかなり薄付きなアイテムが多かったです。ピンク系でふんわりしてるなという印象です。気分に合わせて好きな色を選ぶことができます。薄いピンクから濃いピンクまでグラデーションでいろいろな色を楽しめます。コンシーラーの色は結構明るかったです。他にもハイライトに良さそうな色やチークに良さそうな色が2色ずつ入っていました。どの色も優しくて好きでした。メイクセットとは思えない可愛さに大満足です。最近ちょっと変わった可愛いコスメにハマってます。おすすめがあったら教えてください。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録お待ちしています。